殿下大見鉱山と黒姫山大見川沿いの道門新潟県道155号、橋立大見停車場線とは、新潟県糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市西部の大見地域の南西部と大見、地区中心部及び国道8号、越後時めき、鉄道、日本貨物鉄道大見駅とを結ぶ。ほぼ全区間、二級河川大見川に沿っており、起点から三雪橋までは、 大海川佐岸を、東京から終点までを右岸をそれぞれ通っている。沿道には、殿下大海工場があり、その関連施設も多数立地されている。国道8号と交わる港町交差点の南には、越後時きめき、鉄道、日本貨物鉄道日本海筆衰ラインをまたぐ、青海川湖線橋は、ループ橋となっている。全区間セメントやアスファルトで舗装されている。ほとんどの区間で、 企画改良が進んでおり、その割合は約95.5%である。5.5メートル以上の福音が確保された車道は全体の約38.1%であり、3.5メートル未満の車道も0.1578キロメートル存在する。歩道は2.245キロメートル設置されている。ありがとうございます。